<laughs> すごいですよ、僕の、うん、知り合いも、元マイクロソフトの重役なんだけど、そのデファイですごい儲けたって言うんですよ、去年あたりだと、はい、その利回り、年利回り40%とかで平気で回ってったと、うんで、その仕組みを聞くと、本当になんか、ポンジスキームに限りなく近いんですけど、うん、ただ、回る間は回っちゃうんですよね。うん,うん、うん 破綻するままでではうくくいくのでだからいつ抜けるかっていう、うん、まあタイミングの問題なんだけどでもそれを回してるのはまた本当に技術者じゃなくてもっともっとインベストメントバンクとかそういう人たちがヘッジファンドの人とかがやってるので結構本格的なお金も動いてるしプロがやってるし、うんうん、だからそこでその、まあ、要は必ずついてくるのが税制の問題じゃないですか。はい だから、やっぱ、ねあのー、ドバイだったりとか、はい、シンガポールだったりとか、そういったところがやっぱりこう、割と主導するというか、まあ、結構税制、例えば、今日もなんかドイ,ドイツで税制変えるみたいな話もありましたけど。まあねに、逃げちゃってますからね、だから今、日本でね、クリプトで頑張ってる人って割と海外税ですよね。まあ、少なくとも 海外に行かないと表に出れないのかな、逆に。そうですね、ちょっと規制が厳しすぎて難しいですね。ねうん、だから、あの、この前も、日本の、日本人でカルフォルニアで働いてる人で、明らかにその、いわゆるイ,セイサリウム長者の人に会ったんですけど、うん、もう絶対にこう、身分を明かさないんですよ。うーん。もう明らかに脱税をしてるので。うん。 でそれはもう、なんていうのかな。彼らからするとしょうがないぐらい脱税しちゃってるんじゃないですか、もう。